笑いい竹は、沖縄竹か日陰竹族の毒キノコ。幻覚作用のある白シビンを含有する。世界中に広く生育する。傘径2から4センチメートル。殻の長さ5から10センチメートル。春から秋、牧草地、芝生、牛馬の糞などに発生。しばしば気候上にひび割れる。長らく、日陰竹や採行傘、ピーカンピノレイトスと区別されてきたが、 これら4種は生息環境が違うことによって見た目が変わるだけで、最近では同種と考えられている。6月から10月の本州に発生し、北海道、沖縄の庭の菜園でも観測されている。近類学者の河村誠一が古い文献に見られる笑いだけを探しており、1917年の石川県における玉田重太郎とその妻が、 栗の木の元で採取したキノコを汁に入れて食べたところ、妻が裸で踊るやら、シャミジを引き出したやらということであり、パニオラス・パプリーナ・チアスだと同貞し笑いたけと命名した。その3年前のサイエンスには、アメリカ、メイン州における男女の中毒例の記載があり、ピアノを弾いたり飛んだり跳ねたりおかしくてたまらず、部屋の花束が自分を巻いているようだというような幻覚が起きたという。 この時点では、他にも、同様の作用を起こすキノコがあるのではと考えており、ほどなくして1922年、大笑い竹ジムノッポラスジュノニアスを確認した。幻覚症状白死瓶を含有しているしびれた毛族や、ヒカゲ竹族のキノコは、マジックマッシュルームとして知られているが、笑い竹は一連のキノコよりは、毒成分は少ないため重篤な状態に陥ることは、ない。 成分は他にコリン、アセチルコリン、コ、ヒドロキシトリプタミンなど、5色の例は少ない。1本食べた11歳と12歳の児童では、痺れ笑い出し数時間で収まり、15本から20本食べた成人では、痺れで笑い出し呼吸を忘れるくらいに愉快となり、幻覚としては光る、物体、幾何学模様などを見て、魚に食べられたり、湾岸戦争に参加したりもし、 12時間持続した。沖縄の中毒例から 8.8g の9本のキノコに含まれる白シビンは4.1から 4.7mg である。参考、日陰しびれ竹では1本あたり7.28から 8.86mg。滋賀県で採取された本種の白シビン含有成分の量は重量あたり0.04から0.05%であった。麻薬び 抗生新薬取締法において、麻薬原料植物として指定されており、売買はもちろん鯉の採取や所持も法律で規制されている。踊り竹とも呼ばれ、秋田では、バフン、キノゴ、キジャギジャも出しの方言がある。ありがとうございます。